やってきました。ちょっとお話を聞きたいと思います。どうも。バスでお客さんを運んでいく上でなんか意識していることとかってありますか？こちらでもお話を聞いてみたいと思います。長時間お客さんを運んでいく上で大切にしていることとかってありますか？ありがとうございます。ということで、ミライエクスプレスさんのバスにお邪魔してます。乗務員さんにお話をお伺いしたいと思います。こんにちは。こんにちは。お疲れのところ、すみません、はい、先ほど車庫に戻ってきた、はい、お名前は佐藤です。佐藤さん、はい、今日はどちらから？今日は大阪の枚方市駅から。お疲れ様です。普段はどのあたりを運転されてるんですか？その関西に行かれるものは？そうですね、メイン関西方面で、ね、実は私も関西に行くとき、はい、たまに乗ってるので、新宿から乗って関西に行ったりするの で、 あ、本当ですか？もしかしたら乗っているかもしれない。そうですね、なんか、はい、すごい個人的な感想ですけど、すごくなんか安心感のある、すごい、かわいらしいイケメンな運転手さんだなと。すみません、なんか全然関係ない話。このね、お仕事、はい、やりがいとかってあったりしますか？そうですね、やはりお客様を、命を預かってるっていう意味では、非常にそういったところがやりがいがある仕事だと思っております。最高のコメントです。その命を預かってる上で、運転時に心がけていることとかって何かありますか？やはり安全第一なんで、事故だけは絶対起こさないように、周りの車と道路状況を、よく見ながら考えて運転しています、はい、これから乗るかもしれない、はい、見てる方に一言いただいてもいいですか？僕だけじゃなく、もうミライエクスプレスの乗務員みんなが、お客様にいただくお客様に安心安全快適にご乗車いただけるように皆さん努力していく所存でございますので、はい、ぜひ、そうです、安心してお乗りいただけます。ありがとうございます。これは間違いなくもう安心ですね。お疲れのところ、貴重な話ありがとうございます。